バット、だからかも、マジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい。はい。今回はですね、飯塚千恵プロによるレッスン動画になっております。はい。今回はアプローチが苦手、毎回安定したアプローチが打てない。という方に向けた特別なレッスン動画になっております。あららら、ね、うん、やっぱこうアプローチや白銀につながったり、そうですね、スコアをね伸ばすためには近道のものなので、はい、間違いないです、はい、ですね、はい、まあね、毎回同じ球を打つアプローチの動作について今回は教えてもらっております。ね、やっぱこうチュッてこねちゃったりね、うん、してあーみたいな、そうトップとか、はい、なっちゃったりするんで、はいはい、安定したいです。安定するために、まあ、どういった動作をすればいいのか、はい、今回はチェ先生に分かりやすく説明していただいておりますので、はい、ぜひ最後まで見ていってください。見ます。まあもう見たいと思うので、うん、まあ、コメント欄にもね前振りが長いっていうのがありましたので、そうですね、させした、はい、もう巻きで、手前は巻きでいきたいと思います。はい、じゃ早速チェ先生のレッスンに行きたいと思います。はい、今回の動画は毎回同じ動作でアプローチを打つためにはどうしたらいいかということをやっていきたいと思います。まず毎回同じに打てない理由からいきたいと思います。まずですね、お家にクラブある方は一緒にやってみてください。まずヘッドの方を持っていただき、例えばですね、このような小さな的に対して何度も同じようにこう戻れるかなっていうことで準備運動してもらいたいんですけども、この時にまず1つ目、手首だけでやってみてください。手首だけでやってあげると、この小さな点に対して同じところにまあ戻りやすいですね。で次に腕と手で何度も同じ点に戻ろうとしてください。はい、少し難しくなるんですよね。なぜかというと視点がなくなるので、はい、同じところに戻りづらくなります。はい、じゃあ手首だけでいいんじゃないのって思いますよね。だけど手首だけだと、はい、距離が出ないですね。なので手首だけで行う小さな動きの時もありますが、はい、メインは体幹部を動かしていきたいと思います。では体幹部を動かして同じ点に当てていきたいと思います。はい、分かりますかね。映像でちょっと分かりづらいと思うんですけども、この体幹部、胸や胸椎から動かしてあげると同じところに点で戻りやすくなるんですね。ということで今日は頸椎をしっかり動かせるドリルをご紹介したいと思います。はい、今回はですね、胸、胸椎をしっかり動かしていくドリルを行っていきたいと思います。皆さん、胸椎って言われても、さっき頸椎って言ってました。あ、じゃあ胸椎です。じゃあ胸椎です。はい、大丈夫です。はい、大丈夫かな。でも大丈夫。はい、胸や胸椎をしっかり動かしていくドリルを行っていきたいと思います。まず、はい、クラブがある方はクラブをご用意ください。または傘や大きな長い細い棒がある方はそれを持っていただければできちゃいます。はい、まずこのクラブを胸に当ててあげて、はい、アドレスの形を取ります。胸に当ててあげてアドレスの形を取ります。そしてそこからクラブと一緒に胸を動かしていきます。はい、胸と胸椎、クラブを一緒に動かしていきます。はい、このように胸部分にクラブを当ててあげるとしっかり根元から動いていきますのでやってみてください。その後にボール打っていただくと
あれ、いつもより動くんじゃないかなって感じると思いますので、この後打ってみてください。はい、こういった形で胸に当ててスイングしてあげると、しっかり胸、胸椎が動きますので、アプローチした時に体幹がしっかり動いて、何度も同じ動きがしやすくなります。ぜひ試してみてください。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の毎回同じ球を打つアプローチの動作はいかがだったでしょうか。そうですね、やっぱりこうどうしてもちっちゃい動きだから手に集中しがちなんですけど、そこは大きい骨を使いましょう。そうですね、はい、大きい骨をしっかりこうね、はい、使いましょう。使ってね、はい、安定したアプローチ、同じ球を打てるように、はい、皆さんチェイ先生のずっと入れてるけどずっと言ってるけど、ね、こう意識して意識して、はい、練習します、練習します。はい、はい、最後にですね、ミンゴルフのラインアットが開設しました。まだね、友達追加してないよって方は概要欄から、はい、概要欄に URL 貼ってありますので、はい、そこから友達追加をお願いします。ピッて、はい、ピッてね、はい、あとですね、はい、ミンゴルフのチャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。お願いします。はい、じゃあ次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。